ました。これからどんどん美味しくなる食材といえば、そう、お魚ですよね。そこで今日は今が旬の魚を使った佐世保特産のお寿司をご紹介します。今回訪れたのは佐世保市大野町の藤永本店。地産地消の店として長崎県に認定されているお店です。美味しそうなお寿司が出てまいりました。藤永さん、こちらは何というお寿司になるんですか？佐世保スター商品の九十九島かから寿司です。佐世保スター商品とは、佐世保を代表する特産品となることを目指して開発した商品です。九十九島かから寿司は佐世保産の新鮮な魚を使った押し寿司。その最大の特徴といえば、このかから葉です。新芽が育つまで古い葉が落ちないので、子孫繁栄の縁起物としても知られています。かから葉寿司は佐世保市内の4店舗で作られています。藤永本店で出されるかから葉寿司は全部で4種類、1本8貫分が1260円です。まずはサバのお寿司をいただきました。サバがちょっとしか締めてない、生の感じがすごくしますよね。そうですね、うん、あの鮮度がいいので、ええ、あのサバの美味しさがかなり出ると思います。あと思った以上にかから葉の香りがすごく漂いますよね。なんて言うんだろう、ちょっと上品でなおかつ爽やかな香りが感じられるんですよ ね。 そしてもう一種類ぜひにと勧められたのがブリのかから葉寿司。そう、珍しいですよね。全然違いますね。こちらのブリの方はかなりの甘みが広がります。その上品な甘みのある油の後に、この中に入っているきゅうりですとかのシャキシャキ感とか、卵の甘さも出てきますよね、はい、そうすごい今口の中でパーティーが行われているような、そんな感じのお寿司ですよね。藤永本店ではその他アジのかから葉寿司とタイのかから葉寿司を出しています。サバ以外は前日までに予約してくださいね。藤永さんはこれからも新しい種類のかから葉寿司を試していこうと思っているそうです。これが名産になって、やっぱり観光客の方がこれを食べに来るというような形になれば一番嬉しいですね。また今回は佐世保スター商品の中の九十九島かから葉寿司をご紹介しましたが、他にも佐世保最高ロールケーキや食べるせちばる茶もあり、これらは各販売店で買うことができますよ。おいしかった。本当に全部食べてみたいね。いや本当に全部おいしいです。でなんかその葉っぱにくるまれているので、シャリが乾燥しにくかったりとか、結構しっとりした味わいになるとか、そういう効果もあるそうで、ぜひもう佐世保の名産にこれからどんどんしていきたいということでした。詳しくはホームページで検索すれば佐世保市観光物産振興局までお問い合わせになってくださいね。さあ、ここでイベントを2つ続けて紹介します。